スだろう。バーチャルアシスタントのアイカです。今まで2回にわたって猿島公園の散歩をお届けしてきました。今回はその猿島からの帰りの船で着いた三笠桟橋に隣接する三笠公園を歩いてみます。一番気になるのは、三笠桟橋で見かけていた記念館、三笠の存在です。船の中は、ほぼすべて見ることができるので、上から下までぐるっと回ってみましょう。観覧料は、一般の方が600円となっています。猿島公園のチケットを持ってると100円引きになるのでお得ですよ。入り口の場所は船の左後ろの位置になっています。では一旦最後尾まで行ってそこからスタートとしますか。軍艦の中を見て回るのが初めてなので結構楽しみ。このミカサはイギリス生まれだそうですね。間近で見るとすごい迫力だな。左右で4枚ずつあります。方針の向きも動かせるみたい。こちらはミカサの紹介映像を流すビデオ室です。看板に出ました。ここにも先ほどと同じ30センチ四方が。
環境を上がってみます。3階建てになっているみたいですね。ついつい猿島に目が行ってしまうな。上の階に上がってきました。通常運行時に使っていた操舵室、意外とシンプルだな。今の船と違って機械類がコンパクトにまとまってる感じ。ここが最上環境、司令官が陣頭指揮を取って指示する時に使っていたそうな。通常戦闘ではこことは別に司令塔となる走行環境で指揮と操縦をしていたそうです。ここが走行環境かな。では今度は下に降りてみます。この中甲板には模型や海戦時の様子を記録した中央展示室などがあります。VR ゴーグルも置いてある。順序の表示があったけど、どこからスタートしていいのかわからなくて、適当にぐるぐる回っちゃいました。廊下には、艦隊コレクションとして、戦艦の模型が展示されていました。さらに、艦尾の方には、士官室、艦長室、長官室などがあります。この辺りが士官室になるのかな。突然アンティークなインテリアに囲まれた部屋に出ました。長官公室ということで会議や来客用として使われていたそうです。さらに奥には長官室が。以上で記念館ミカサ一周ツアー終了。見応えありましたね。
観光用としていくつか変更がされているものの、軍艦の中の構造がいろいろと分かって面白かったです。それでは三笠公園の他の施設も見て回りましょう。気持ちよさそう。こちらも豪快な水をモチーフとした設備ですが、今は工事中で使用中止になってました。ふう、ダイナミックな水の躍動感か。どんな感じか見てみたかったな。
Can we work it out? Only time will tell. It's gonna take a lot, 'cause we've been through hell. I can't be without you. I've tried and I failed. So can we work it out? Yeah. Only time will tell. 一周してミカサの近くまで戻ってきました。And I guess 'cause of that I can think of no others. Yeah, I need you to breathe. Without you I'm lost. I'm lost, yo. What is on your mind? I think it's time to speak. I have crossed the line, but no, not just me. I'm feeling something that goes beyond us.Can we work it out? Only time will tell. It's gonna take a lot, 'cause we've been through hell. I can't be without you. I've tried. この公園にも SL がありました。おや、これは、貯水槽として使われているんですね。これは初めて見たパターン。なるほど、震災対策としてはいいアイデアなんじゃないでしょうか。本当に噴水の多い公園です。さといえばやっぱりこの方ですよね。さて、いかがだったでしょうか。3回にわたり横須賀の観光スポット散歩をお送りしました。とっても充実した1日でしたよ。お腹もペコペコなので、この後は横須賀グルメを堪能したいと思います。それじゃあ、またね。